体力と好奇心ですかね。スタジオに入って作んなきゃという時に思い浮かびます。いや、それは、わかんないですね、私。もしかしたらそれって、なんかよくゲゲゲイの踊ってみたみたいな人たちいるんですよ。ゲゲゲイのこの振り踊ってみたみたいな、それこそ本当にダンス経験があんまりない人。その人に聞いた方がいいかもしれないですね。いや、それは多分矛盾していて、それが自然に継続している彼の形なんですよ。いろいろこっち行ったりこっち行ったりって、だから自然に継続を求めるんだったらそのままでいいんじゃないですかね。また説教みたいなの大丈夫です。大丈夫です。大切にしていること、いや、それはもういろいろですね。振り付けをしてって雇われてやるときと、自分がこういう振り付けがいいって思うときと、もうそれぞれです。意識してること、ステージってナンバリングって言って、こう0番から何番ってこういう風に均等に番号が、立ち位置がちゃんと演者が分かるように置かれてるんですけど、私は基本的にずっと0番意識してるんで、0番意識して踊ってます。色っぽいの定義もそれぞれだし、なんか私のダンス見て別に色っぽいって思わない人もいるから何とも言えないんですけど、まあでもそういう描き方してくるってことは、私みたいな色っぽさが欲しいってことだとしたら、それは無理ですよね。だって私とその人違うから。